バンコク13年目で資金がショート、家賃を滞納、2ヶ月滞納して、ああこのままだとホームレスになるんだなと、こうもう本当心配してましたが、まあ、これはね、どうにか回避できたんですよ。で、私コージさん一大決心、バンコクで家を買う。え？何？頭ちょっと変になっちゃったんじゃないの？まあ、変かもしれませんが、はい、タイの旅行、移住、あるいはプチ移住を考えている今日本にいる方にとってもね、劇的にお得な情報です。はい、ポイント5つ、シンプルにいきましょう。1つ目、ドン。ドンじゃねえね。ドン関係ないね。はい。3ヶ月かかってね、ようやく新居、もう今の家賃よりも半額ぐらいの家賃の新居見つかりました。で、この成功談はどうでもいいよね。聞きたくないでしょ。うまくいっちゃった、コージさん、ホームレスにならなかった、なんだってこう書いてきた人もいますけどね、コメントでね。それ置いといて、タイの不動産、皆さん、儲かりますよ。だからね、儲かることが分かっちゃった。ただし、これまで誰も注目していない盲点、まあ、誰か注目してるかもしれませんがね、あまりこうネットとかの YouTube で語られていない盲点、これをね、皆さんにもう大公開しちゃいます。秘密にしておいてもいいんですけどね、まあ共有したいんですよ。で、確実に儲かります。非常に怪しそうに見えるので疑う人はね、儲かんないですよ。ここまでよろしいですか？これ前提条件だからね。で、段階2つ目、円安ですよね。で、バーツ高、円安なんだからね、タイの不動産なんてね、もう買い時じゃないでしょうと。で、私もそう思ってたんですよ。もうこんなね、する買うなんてもうアホらしいと、まあ、賃貸でいいじゃないかとね、買ったってね、いつ日本に帰るか分かんないんだから、もう借りてりゃ OK。 まあそれはそうなんですが、やっぱりね、こうタイの、まあ、経済ね、まあ、タイ人の給与はね、今上がり続けてるんですよ。まあ、これも危うい側面もありますが、とにかく経済絶好調ね。だから円安、日本関係ないですよ。もう日本のこと忘れてください。日本円、こんなのね、地球上に存在しない。もうね、米ドルとタイバーツだけあるんだぐらいの感覚でいてください。値上がりする物件、確実に値が上がる物件を見つければ大儲け。コージさん、そりゃそうでしょうと。それが難しいんじゃないかと。で、これが今回の盲点なんですよ。いいですか？まあ、値上がりするだろうとか、あれ、みんながこれから値上がりするよとか言ってるような物件、話は、これはもう無視ですよ。100% 値上がりする盲点、条件を探し出すということなんですよ。で、公開しますから、今回。ここまでが2段階。はい、3段階目です。バンコクのね、まあ、中心部、まあ、東京と一緒ですよ。中心部っていうのはね、もう完全なバブルですね。もう相場よりもはるかに高い。で、外国人が、まあ、騙されてね、まあ、言ってみれば、タイ人の価格よりも何十パーセントか上乗せされて買っちゃってる、バカどもが多いわけ。で、ざっくりね、今、バンコクの、まあ、タイ人の給与、月給ですね。2万バーツぐらいという感覚でいてください。ですから、かける4でも8万円強ですよ。もちろん、時給で50バーツ、時給200円で働いている人もいれば、5万バーツ、10万バーツ、40万円ぐらいの給与の人もいますが、平均的な感覚で2万バーツ、そのぐらいの給与で生活している、まあ、タイの、まあ、プチ富裕層かな、まあ、ちょっと余裕がある人たちで、今の傾向というのは、バンコク郊外、まあ、郊外というかね、隣の県ですね、まあ、東京を中心に考えると、西南に神奈川県がでしょ、それから東に千葉県、まあ、成田空港がありますよね。で、その郊外にね、こう広がってる、まあ、鉄道網もね、東京以上に広がってますから、すごいですよ、今ね、タイは。もうイエローラインとかね、ピンクラインとか、レッド、ダークレッド。もうね、もう駅の名前なんて覚えられないぐらい。で、郊外、神奈川県、ね、タイでいう神奈川県、タイでいう千葉県の方に、どんどん新しいコンドミニアムできてるんですよ。で、みんな群がってるわけ。ざっくりね、これもざっくりなんですよ。2000万円ぐらいです。日本円で。
だから大使にしてはものすごく高いわけ、まあ、日本で言ったら、まあ、オークションみたいなもんだよね。で投資目的で買う人が多くて、やっぱり、ね、売り切れるんですよ。あの立ち上がる前に、完成する前に完売しちゃうんだよね。で確かに、完成後値上がりするんですね。直後こう資料グラフを私が勉強しましたから。でグラフを見るとね、ピョコッとか上がるんだね。2300万円とか2200万円とか、確かに値上がりするんだけど、その後ドーンと、まあドーンとっていうかね、1600万円とか落ちていくんですよ。つまりその2000万円で、コンドミニアムを購入した人は、まあ今の時点では損してるということね。やっぱりね、バンコク都内じゃないと不動産でも受けるのは難しいかなっていうのが、私小路さんの判断です。ここまでが3段階目 OK? だから郊外じゃダメだってことね。バンコクの都内じゃないといけないよっていう話ですよ。で4つ目の段階、まあ郊外って言ってもね、バンコクと、東京と、23区ぐらいの感じ、もうちょっと狭いかもね。とにかくバンコクの中っていうのはもうサクッと移動できるのが、渋滞が多いからね、なんかバンコクってすごい広いんじゃないかなって、狭いですね。で、BTS というスカイトレインがあるんですが、これ一番観光で来る方も、まあ、利用するかと思うんですがね、駅と駅の間は2分ぐらいなんですよね。で歩こうと思えば歩けるぐらいの距離、日本と違いますよね。で、まあ、人気、一般にね、私もこの3ヶ月前まではそうでしたよ。駅地下物件であるかね、やっぱりこうタイ暑いから歩くのはね、もう辛いじゃないですか。雨も降るし、で洪水もあるし、で駅地下物件がやっぱり人気なわけで、今回のこのラジオの話、駅地下全然関係ないです。いや近くてダメってことないよ。で遠くてもいいってことですね。それからプールジムがある、関係ないですね。小石さん、今までプールとかジムとか絶対大事って言ってたでしょ。いや、あって困ることはないけど、プールジム関係ないです。はい、タワーマンションね、いいね、どうでもいいです。タワーである必要は全然ない。駅地下とか関係ない、プールジム関係ない、タワーマン関係ない、じゃあ何が大事なの、そこが聞きたいでしょ。そこが肝なんですよ、盲点なんですよ。はい、ここまでね、ここまで来たらね、あとすぐ話終わりますから、皆さん大金持ちになりますよ。もう円安でも日本不況関係ないから。最も重要なことは、はい、幹線道路沿い、あるいは幹線道路からアクセス良好、あるいは高速道路の出入り口近く。結論です。駐車場に余裕がある物件、バンコクでは絶対売れる、イエーイ。はい、勘のいい方はもうこの先読めますね。5段階目、これが最後の段階のお話、まとめですよ。まあ日本の昭和30年、あるいは40年、まあ、1960年70年、私小路さんが東京で育った頃ですね。私代々木、まあ、東京の、まあ、渋谷区で育ったんですが、渋谷なんだ、リッチなんだ、そんなことないですよ。昭和の時代はね、渋谷とか代々木なんてね、田舎でしたから。やっぱり裕福な人はね、神田とかね、それから赤坂とかね、それから四ツ谷とかね、その辺に住んでましたよ。麹町とかですよね。で、マンションが、私小学生でしたがね、マンションが1000万円を超えたなんて言ってね、大騒ぎでしたよ。1000万超えたら誰も買えないじゃないのっていう、まあ、昭和の時代、それがね今のバンコクですよ。で、似てるんですが、このバンコクに今ね、もう完全な車社会ですね。やっぱりね、車が買えるようになった、高いんですよ。ちょっとしたワンルームステューディオのマンションよりも車の方が高いって、日本の2倍3倍しますから。ただやっぱりね、一旦車に乗っちゃうと、大臣ね、暑いでしょ、洪水もあるでしょ、雨も降るでしょ。で車での通勤、車での移動っていうのはね、やっぱり楽なんですよ。楽しいし、遠出もできるし、ということで、バンコクの郊外、ざっくり300万円から800
600万円ぐらいの物件あります。結構安いでしょ。だからあのワンルームじゃないですよ、あのワンベッドルームとかツーベッドルーム、大体ワンベッドルーム、ワン BR っていうのはあのリビングルームがあって別に寝室があるっていうね、それがワンベッドルームです。300万円から800万円、円安とは言ってもこの額で買えるんですよ。いいですか。いやそんなこと言ったってタイだから安いんでしょ。ちょっと待ってください、駅から遠くてもいいんですよ。いや困るでしょ、困んないんだって。だってね、駅から遠くても車使うわけ、駐車場に余裕がある物件に注目ってことですよ。だからまあ東京以上にね、バンコク都内はねパーキングが足りないんですね、車が増えすぎて。でこう人気のある物件でも、まあ、あの高層マンションでもね、パーキングがあってもこう狭いとかこうカーブしづらいとかね、もうそういう物件多いんですよ。よくね、こすった後なんかよく見かけますよ。今のタイ人にとって大事なもの3つ、3つある、3つしかないって言っても、まあ、過言じゃないですよ。1つはスマホね2つ目が車、そして家なんですよ。スマホと車と家、これが揃えれば人生100点満点という感覚なんですよね。ほとんどの物件が駐車場不足なんですよ。ここが盲点ですね。この3ヶ月歩いて歩いたので分かったんですね。私が新居、新しい、住まいが決まったんですが、今あのエカマイというね、 BTS のエカマイというのはほぼほぼ中心地、まあ15年ぐらい前はもう畑で何もなかったっていうね、駅前に今ゲートウェイという、まあ、人気のあのモールがありますけど、私が、バンコクに、まあ、移住してきた年はね、そのモールなかったんですね。その年にできたんですよ。でどんどんこう鉄道網が発達してと、ね、その私の新居ですが、その駅前からね電車で10分ちょっとぐらいですね。だからこうロサンゼルスで見ると、ね、こんな遠くまで行くんだってね、もうこれ方向として空港の方じゃないのって、スワーナプームね乗ったらねもうすぐなんですよ。で、まあそのコンドミニアムなんですよ。プールもありますよ、ジムもあります。で、まあ、それ置いといて、同じあの大きさね、サイズはあの40平米弱なんですが、同じサイズでも部屋によって一番安いところが5000バーツぐらい、2万円ですよね家賃ね。で一番高いところが、1万2000バーツ、まあ、ざっくり5万円ですよ。で同じコンドミニアムなのに、同じサイズなのに、あの2万円から5万円の幅があると。でこれは人にあのもちろん方角とかね、あの階数とエレベーターありますもちろんねあのエレベーターのない物件の話も以前しましたけどもね。で同じあのコンドミニアムであれば、日本であればそんなにあの差はないでしょう、部屋のサイズが同じだったらね、この部屋は家賃15万円、この部屋は7万円、この部屋は30万円というのはないじゃん、日本の場合はね。でタイの場合はあるんだよ、5000バーツから1万2000バーツ。これ一重にね、やっぱり内装なんですよ。まあ、見た目っていうのはどの国でも大事ですけれども、タイ人は、アメリカ人や、まあ、中国人や日本人以上にね、パッと見た感じを重視するようですよ。だから、内装をバッチリ整えれば、高級感あふれるようにすれば、高く貸し出すこともできるというのも、歩いて、掴んだ情報なんですよ。で話を戻しますね。で私もあのもう来月、まあ、時期引っ越しますが、その5000バーツから1万2000バーツの幅の中の家賃ですよ、ね、でここね、駐車スペースが結構広いんですよ、まあ、平置きですけどね、屋外ですけど。で広いんですが、まあ、昼間何度かあの出向きましたけど、それでもね飽和状態ですね。もう二重駐車されてます。で、まあ、ちろん移動はねしやすいようになってるんですけど、だからこう白線が引いたでしょ、普通パーキングエリアってのは。そこにはもちろん止まっていて、白線が引いてないあの道路ごとき、まあ、通路だね、そこにも、ね、ぎっしり詰まってるんですよね。詰まってるというのはパーキングされてるわけ。そのぐらいもうあの車で移動する、車を利用するタイ人が増えたということですよ。ここで、まあ、契約をつい先日したんですがね、
まあ、借りるということになった時に、浩司さん、車はってこう聞かれましたよね。いや車なんての持ってないよ、まあ、日本では、まあ、車大好き人間でしたけど、 これ、ね、この3ヶ月ずっといろんなコンドミニアムとかアパートメント訪問してね、かなり聞かれましたね。車はあるの、車は、つまりその貸主か、貸主さんの側からしてみれば、パーキングのスペースをどうしようかということを私に聞きたかったんでしょうね。でそのぐらいタイ人もその車が止められるかアクセスできるかということを気にしてるみたいです。ぶっちゃけね、部屋はね、内装すればどうにかなんですよね、同じ建物であれば。車が止められない、止めづらい、スペースがないね、駐車場がそもそもその敷地内になくて、敷地から3分5分歩いたところに止められますよなんてのは絶対アウトだっていうことですよ。プール、ジムがある、いいね、駅地下、いいね、タワマン、いいね、でも駐車場がない、駐車場が狭い、こういう物件はタイでは売れないってことがよく分かりました。今小石さんお金ないですよ、お金ないですが、300万から800万ならもうガツンと気合い入れて仕事すれば、まあ、すぐですよ、すぐじゃないかもしれませんが、ね、300万円の物件をもう10ユニット、まあ、たかが3000万ですよ。でそれを、ね、400万500万600万で売れればってか売るんだけどね、大金持ちに私も皆さんもなれますよ。これが今のタイの状況、経済だ。日本で景気が悪いとか物価が高いとか円安だとか日本の政治が悪いとか、それはそうなんですよ、私も腹立ってますけど、もうそんなことは忘れてね、タイでバンコクで不動産に注目すれば明るいですね。つい数ヶ月前まではホームレスになるんだってね、なるんだというか、もう泣き顔だった浩司さんですが、この盲点に気づいてね、ますます元気ね、狭心症、高血圧ね、そんなこと忘れて今元気20丸です。はい、皆さんも、研究をしてみてください。またこの話ね、追いかけて私がどうやってタイのバンコクのね、オーナーになっていくか、そういう話もできれば楽しいかなと思っております。はい、バイバイ。